皆さんこんにちは。ポートランドエッセンシャルズの知恵です。アロマの時間、こちらの配信はアメリカオレゴン州ポートランドからお届けしています。さて、アラフィフ女性の皆さん、更年期症状は出ていますでしょうか。更年期症状の、一番有名なのはホットフラッシュ、ホテリーやのぼせ なんかがありますね。で、それに伴って発汗、寝汗をかいたりとか、こう急に首から上だけこう汗がタラタラ出たりとか、そういったものがあります。で、その他に不眠や不安症が出たりで、急にこうちょっとしたことでイライラしちゃったりとかで、あとは胃もたれ、普段はないのに胃もたれし始めたりとか、吐き気がしたりとか、あと肩こり、腰痛、背中の痛みとか、あと関節痛なんかもそうですね。で、手の指先の関節が痛くなったり、変形が来たりっていうのもあります。さらには尿失禁だとか、あとドライアイとか喉の渇きなんかも更年期症状の一つというふうに言われています。ただその女性ホルモンが減ることによって更年期症状っていうのが出てくるんですが、それが更年期症状なのか他の病気、他の不調から来てるのかっていう見分け方っていうのはとても難しいかと思います。ですが50代の、閉経前後の女性の方は、何らかの症状を実感する方っていうのは多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、ひどい方になるとすごいひどい鬱になったりとか、もう朝起きれなくて一日寝込んでしまったりっていう方もいらっしゃるようです。で、そういった方はもう普段の生活ができなくなるので、更年期障害というふうに言われて、病院に行って診察を受ける方がいいんじゃないかなとは思います。で、そういった方にはホルモン治療なんかもあるようですが、こちらは副作用があったり多少こうリスクもあるっていうふうなことを聞いています。で、軽い症状であったりとかすれば、メディカルアロマも活用してなんとか軽減することはできないかなっていうので、ちょっと一つご紹介します。私が使ってるものなんですが、クラリセージという精油があります。これはセージの精油と同じ科目になるんですが、シソ科の、植物になります。ただ、セージとクラリセージは別物になります。セージの方はケトン類っていう芳香成分を多く含んでいるので、こちらの方は使用はちょっと注意しないといけない植物になります。で、更年期症状に対してはこのクラリセージというのがとても有名で使われている方が多いです。で、これセージよりもちょっとこう甘いような匂い香りがして、マスカットセージなんていう風に別名で呼ばれたりもしています。で、これは紅茶とかワインの香り付けにも使用されているという言われている植物です。で、このクラリセージの中の、スクラレオールという成分が含まれているんですが、これが女性ホルモンの低下による更年期症状に対して何らかの、作用をするというふうに、言われていて有名です。で、主成分は、他に酢酸リナリルとか リナロールという成分の方がもっと多いんですが、このスクラレオール自体はほんの微量 2% とか 5% とかそれぐらいしか入ってないんですが、これがとてもいい仕事をしてくれるというふうに言われています。で、これを積極的にというか、普段日常的にお部屋に香らせておくとか、あと枕元にコットンなどに染み込ませて香らせておくとか、そういった使い方でもいいので使ってみるのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、この香りは
20代30代のこう若い方が香るととっても嫌な香りという方がとても多いです。でやっぱり50代ぐらい閉経前後の年齢の方々が結構好む香りというふうに言われています。で私もこの香りが最近はお気に入りで机のところでちょっと香らせたりとか夜寝る時に香らせたりとかそういった形で使用をしています。であとオイルキャリアオイルに混ぜて1滴2滴混ぜてでそれを手首のところに塗ったりっていう使い方もあります。というわけで、更年期症状に関して、使える精油クラリセージのご紹介をしました。今日も聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日。